はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。真相回転いくら白魚ウニ専門店へようこそ。店長のりゅうです。さあ本日なんですが、皆さん開かずの踏切というカードはご存知でしょうか。これどこのパックだ。フレームオブフューリーか。この謎のアライズハート入ってたパックで、追加された謎カードなんですけども、これね、赤シャリを輸送してまして、イラストは軍艦カードなんですよ。イラスト。はい。これあれだ、赤須を輸送してましたね。赤須が、練り込まれたシャリが、これ、赤シャリの軍艦なので、イラスト的にはこれ軍艦カードなんですけど、別に効果は別に軍艦カードでもないし、特段その軍艦カードでもないからサーチはできないんですけども、まあ、イラストシナジーだけで今回は、軍艦デッキにぶち込んできました。で、これね、そこそこ強いですよ、このカード、実は。はい。開かずの踏切は、まあ、フェードに1枚しか存在できないっていう、まあ、強烈な縛りがありまして、で、何するかっていうと、セットされたこのカードと、同じ縦列に相手のカードが存在する場合、このカードを外できますと。で、このカードと同じ縦列のこのカード以外のフィールドのカードを、縦列のカードね、を全部手札に戻す。で、さらに、魔法トラップゾーンにこいつが存在する限り、縦列の、使用してないゾーンが全く使えなくなるっていう効果なんです。だから、閉鎖するんですよ。開かずの踏切だからさ、もう開かないんですよ、その、ゾーンが。これね、どうやって使っていくかっていうと、基本的に、エクストラモンスターゾーンを封鎖するっていう、使い方をしていきます。要するに自分は右側か左側のエクストラモンスターゾーンを使いまして、で、もう片方のエクストラモンスターゾーンを、こいつで封鎖すると、実質エクストラリンクみたいなことができるんですよね。だから、相手が、まあ、リンクデッキだった場合、リンク召喚を主体としたデッキだった場合は、これめちゃくちゃ刺さります。まあ、例えば今だと、まあ、残機であるとか、あと、それから、まあ、コード10日系とか、まあ、サラマングレイトとかもそうだし、まあ、マリンセスとかもそうなんだけど、そのリンク召喚を主体として戦ってくるデッキ、ペンデラムとかもそうだね。ペンデラム系も結構リンクするんだけど、そういう系の、デッキに対してこれぶち込むと、マジで相手なんもできんレベルで強いんですよ。なんで今日はこの開かずの踏切とかいう、まあ、サーチもクソも、できない、まあ、永続トラップなんでね、しかも軍艦からでもなんでもないから、なんですけども、イラストだけで、軍艦にぶち込んで使っていくというギミックになっておりますと。で、メインギミックはね、以前ご紹介した、なんか VS 軍艦のギミック使ってますんで、まあ、そこにこれを入れただけなんですけども、はい。このカードの強さ、皆さんにも見出したいと思いますので、やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。そもそも開かずが来たわ。そもそも開かずが来ねえんだよな。まあ、テーマカードでもなんでもねえからよ。サーチもねえしよ。このカードよ。バカみてえによ。なんか、開かずになんか輸送してるイラストなんだけど、別に軍艦カードでもなんでもねえからさ、別にサーチはできないんだよな。だから軍艦で使う意味あんまないんだけど、イラスト的に軍艦なんで軍艦で使っていくという話ですね。まあ、とりあえずウニの軍艦を。発動しまして、で、これ、シャリ相手に自慢して特殊召喚。おい、お、いいぞ。これ、相手なんもねえじゃん。ちなみになんですけども、まあ、デッキのパワーとしてはだいぶ上がりましたが、軍艦デッキね、VS が、バンキーストールが来たことによって、ただ、軍艦デッキの中では強いけど、バンキーストールデッキの中では弱いと言われてますね。はい。悲しいですね、非常に。これはですね、一旦いくらでワンドローをしまして、はい、でほいでワンドゥルー、シャリーあ、てか今ベパルトゥでよかったかな、るほどな、普通に召喚したらいいかと思ってたけど、これベパルトゥでよかったね、冷静に考えたら。まあいいや。でこれ赤シャリー出して、で、なんか知らないけども、デッキトップドローが強かったので、まあ問題はない。で、ここで白魚を出して、なんならこれめっちゃ強いわ。なんならめちゃめちゃ強かったわ。で、白魚の方、特務艦で、あ、遅いお前、出社遅いんだよ、バカタレが。お前、毎回朝7時行こうって言ってるだろ。くっそモンスターがよ。くっそモンスターが。くそバイトがさ、これマジでさ、朝7時に出社しようって言ってた、毎日さ。だから、普通、社員より早く出社しろって言ってたろ、お前。新人は、バカタレが。とりあえず、未来量出していくわ。OK。これで、まあ、相手何デッキかによるんですけど、ね、ちなみに、マジで。相手がマジで何デッキかによる。これ、赤津の軍艦が、効かなかったらただの一妨害なんで、このデッキ。はい、未来竜王、ボーダーチェンドみたいなとこあるんで。これでさ、相手が、まあ、一応赤津の、踏切っていうカードをね、ですね、爆発させることによって、エクストラモンスターゾーンを封鎖できるんですよ、一応。なんで、レディーデバッカー。これは効きそうだぞレディーデバッカーを採用してるデッキは、おそらくリンク召喚を主体としたデッキのはずだ。まあちょっと何かわかんないけど、何型かわかんないけど、まあ、ファイアウォールなのか、残機なのか、コードトーカーなのか、まあは、なんかわかんないんだけど、ちょっと、あ、サラマングレードサークル、サラマングレードか。やべ、これ効くぞ。これめちゃくちゃ効くと思う。多分、シーズン一応いるけどね、デッキ。ただ、ほぼリンクモンスターと言っても過言じゃないんで、この、バンキッシャーが盤面にいる状態で、レディー・デバッカー君が、まあ、多分リンクしてくるんですよね、これ。まあ、サラマングレと、デュエルリンクスじゃねえや、ベイルリンクスでしょ。あ、オッケー。ベイルリンクス、オッケー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 。これで多分ね、めちゃくちゃ刺さると思うな。それはね、まあいいか。ちょっと一旦、調子乗ってるとあれなんで、見極めましょう。ちょっと一回サンクチュアリはいいです。サラマングレとサンライトウルフとか出てきた瞬間に戻してあげれば結構強いよね、多分ね。マイクロコーダー、やべえ。コード10日インバート、強いね。はい、なるほど。で、マイクロコーダーの効果によって、サイバネット魔法トラップカードを持ってくる効果。まあでも今はまあそんなに関係ないか。あ、でもマイニングうざいか。ガゼル。うわ、ガゼルうざ。これ出てきてからパクる。ガゼルだけはマジでやばいか。通されるとワンチャンアドバンテージがエグすぎて貫通される可能性。いやでもエクストラモンスターゾーンさすがに封鎖したらいけると思うけどなこのデッキ、まあ、ちょっと一応無効にしますか。ガゼルは一応万が一あるとやばいから、未来竜王効果発動、相手のフィールド上でモンスターのね効果が発動すると無効にしてパクるという効果ありまして、でこれで、ガゼルの効果無効になりながら私のフィールド上に、いただきマンモスしていくというところですね。場所はこれは、まあ、ここでいいか。なんかどこがいいんだろう。ここでいいか。これで人生終了じゃないお客様、電車が通ります。ご注意ください。白い線の内側まで下がってお待ちください。ガチでやばいこと起きた。ガチでやばいことが起きました。バカーな。はい。これもうリンクできませんのでね、相手。実質エクストラリンクみたいなとこあるんだ、これ。おっと粘ってくるか。何いや、でも相手さ、多分だけどさ、デッキ、基本的にはですよ。サラマングレイと多分リンクモンスターいないと意味ないですよね。なんかロアとか、まあ、レイジュとかって、多分サラマングレイとリンクモンスターがいないと、基本的に打てないと思うんですけども、これは赤シャリでいいのか。はい、なんでもいいけどな、言うて。まあこれでいいか。はい。でですね、メインフェス終了前です。6個バンキッシャー効果発動します。6個バンキッシャーの効果で、手札から、バンキッシュソウルモンスターを展開できるので、ちなみにもう縦列、エクストラモンスターズの縦列は自分も使えないんでね、展開できないんですけどねあそこはちょっと今ね、開かないんで、はい。ちょっとね、もう一生開きません、あそこ。はい。電車が一生取ってるんで。で、縦列の、ロアを破壊、きた、神ゲー。まあ、でもあんま関係ないか、ロアは。で、あとはですね、まあ、キル取れればいいんですが、邪魔だな。なんかこの鹿邪魔じゃねパクったはいいけど、この鹿邪魔では。うわ、そこどいてほしい、マジで。マジでそこどいてほしい。本当に。もうこれで勝ちなんじゃないの、もはや。もうなんか、よくわからないけど、エクシーズしなくてもいけそう。はい。はいマジでいけそう。はい、お客様お帰りでーす。ご来店ありがとうございました。中津の踏切刺さるときはめっちゃ刺さるから、後打ちしても強いは強いけどな、このカード。赤津きた。いや今活躍させるのだいぶきついな、この赤津とかいうカード。本当になんか刺さんねえデッキは本当に刺さんねえから、あんまり。しかもなんかセットしとく場所さ、なんか割と運ゲーじゃないですか。あー、まあ、うららはいいでしょう。パライゾスにうららいただきました、ありがとうございます。まあ言うてね、まだ全然動けるんで大丈夫ですね。苦渋の決断をぶち込みまして、決断でシャリを、ゴミ箱に放り投げまして、新しいシャリを持ってくるというところで、とりあえず国庫召特召喚からかな。パンテラはメインモンスターゾーンになんかモンスターがいないと出せるという効果がありまして、でこれでランク4を押していくと。で螺旋召喚で効果発動、マットラムですね。召喚権は使ってしまいますが、まあ言うてね、今はそんなに召喚権関係ないかな。今レベル4のモンスター1枚出力できてるんで、ワンチャンなんとかなりますというところで、ロックオブバンキッシャーの効果を発動。これバンキッシュソウルってつけてくんねえかな、このモンスターにも。はい、まあ、ちょっと一旦ね、普通にそのバンキッシュソウルで戦うっていうこともできるんですけども、まあ、このデッキそういうデッキじゃないんで、はい、ロックオブバンキッシャーというか、バンキッシュソウルモンスターをふんだんに使用して、これコンティニュー、ランク4をしていくというね、テーマになってましてね、ランク4をサポートもしてくれるんですよ。バンキッシュソウルっていうデッキは非常に素晴らしい。で、ウェパー2、ウェパー2の効果ぞ。通常モンスターを1枚手札に加えることができるため、赤シャリを持っている場合、このモンスターを出すとめちゃくちゃ強いと。これ保健所激おこムーブ。これあれですね、ゴミ箱に一旦捨てたシャリをね、もう一回まな板の上に戻すというね、非常にその保健所激おこのムーブが開催されておりまして、で、これでシラウオを爆誕させていく。これね、この動きできるとね、なんか強いよね、普通にやってること。で、手札めっちゃ増えるからね、また。シライオでワンドロー1枚サーチが入りますんで、はいはい、赤津めっちゃ来るな今まで全然来なかったのに赤津めちゃくちゃ来るな。まあちょっととりあえず未来用というか、まあ、エリアマネージャーですね。エリアマネージャー出していく。はい、これあれです、この辺のエリアを統括しているね、はい、マネージャーとなっておりまして、で未来用も出していく。未来用は大体出るか、このデッキ。はいでですね、まあ一応一番セット、なんか軍艦とは思えないあるまじきセットだな、これどうしよう。ここかな、軍艦とは思えないね、あるまじき4枚セットというカードをセットしてエンド。さあ圧倒的圧倒的赤津2枚ですけど、まあ赤津は1枚しか表側表示で存在できないというテキストありますので、一応1枚発動したらもうおしまいですけどね、実質。サイバレットコーデック、やべえ、これコード10日系だろ多分。いやめちゃくちゃ刺さると、じゃあレディディバッカー、何白真のレディディバッカー効果発揮出た。未来竜王にパクられたくないっていうことかな。これはマイクロコーダー、あ違う、コードジェネレーターか、コード10日、なるほど、コード10日で、コードジェネレーターの効果、愚かなマイストの効果でコーデック効果、闇属性を対象で、ここでカン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 、お客様白線の内側まで下がってお待ちください。あ、お客様危ないですよ、お客様お客様その中に入っては、あ、お客様お客様やばい、身投げ自殺されました、お客様が。これ非常に人身事故のため、今現在、こちらの、路線を一旦封鎖させていただいております。ダイヤに乱れが生じております。大変申し訳ございません。まあ、リンクできないんですけどね、ドットスケーマ君も一緒。まあ、なんでかというと、エクストラモンスターゾーンも埋まってるんで。いや、もう罪だろ、これ。だから相手なんもできないと思うよ、これ。マジで。これどうすんだろう。はい。赤津だけで勝てるぞ、このデッキ。ありきの悲願じゃん。おっと謎の、あ、これ親顔ムーブか、また必殺の、あ、ちげえわ、ケルベーニ、あ、普通にこれ悲願だ。お、これ珍しいな、なんか悲願日誌見るとさ、彼岸日誌見るとさ、クソデッキかと思っちゃうよね。やっぱ最近のやっぱトレンドというか、まあ、龍実況チャンネル見てると分かると思うんだけど、まあ、その彼岸日誌並んだ時のクソデッキ率が結構高いと言われていまして、あのなんかエッジインプシザーとかいう最強モンスター来たなこれ。なんかこのムーブあれじゃん、なんか夢魔境でさ、デスガイドからのさ、ラスティバルディッシュ、はやべえ、なんか全然知らねえけど、まあでも言うてラスティバルディッシュは強い。あ、ダスティローブ、こっから幻影いくってこと？シェードブリガンダイン強くね？シェードブリガンダイン OK？ 特殊召喚 OK？ 言うて強いな。で、ダスティローブ効果幻影騎士団カード手段変える。あ、サイレントブーツ強い。サイレントブーツ特殊 OK？ これは何が出てくるやつ？あ、イゾ&ルデ。イゾ&ルデ。なるほど。あんまり知らねえ展開だな。これどうすんのこれ。何が起きるんだ？月神の盾。なるほど。月神の盾 AD チェンジャー。チェンジャーイゾルでサイフレームロードラムダ。マジでどういうことわからん。AD チェンジャー。やべえ、マジでわからねえ。なにこれ。魔導雑貨商人なんか、やばい動きしてる。やばい。あ、なんかすごいことをしようとしない？やばい、なんか真面目な幻影かと思ったら全然クソリキだった。やばい。全然クソリキの匂いする。やばい、止まる。やばい。落ちすぎ。落としすぎ。ちょっと待って。落としすぎだろ。やべえだろ。その動きはさすがにやべえ。チェーンストライクリバイバルゴーレム、あ、やばいなこれ。チェーンストライクはこれあるぞ、チェーンの数だけなんかダメージ与えるみたいなカードだぞあ、なんかすごい量のカード墓地に叩き落とされてなかったかさっき。これやばいこと起きてないか。チェーン16 いくらダメージ400 6400いったいたー痛い。何これ、いった何これ、何これ、バレバレっちゃうかんだこのゴミみたいなダメージ。やべえ、700しかねえライフいった、200しかないけどライフあれこれワンキル失敗か。あ、でもレベル4が2体やばい。あ待ってくれ、やめろ、いい